間ということで適当に乗って東浦、はい、また雨が降っている。そしてすっかり暗くなっちゃいましたね。ここ東浦駅、東浦町というのがあるんだったかな。でなんかね、よくわかんないんだけど駅前に1軒ゲーセンがあるということで、まあ適当に行っています。カラオケビッグエコー、あ、その奥か、ゲームダーツグレゴリーって確かにありますね。その1階の、ちょっと先島村見ます。はい、こちらグレゴリー出てきました。ここはね、あの8割ぐらいがパチンコで、まあ残り、まあちょっと、麻雀格闘クラブとか、あとはまあなんだプライズもちょっとあるぐらいなんですけども、これバーメイト筐体がありましたね。それも普通のいわゆるシングルメダル機ではなくて、まあボーリング場とかにたまにある37ターボとかと同じような、この小さい筐体、でまあ中にね6種類入っていて、まあ本当にバーメイト、なんだバイオンにもあったっけか、まあああいうのと同じような感じで、クラブデジャベなんかもありましたね。で100円で40ベッド40クレジットかで、クラブデジャビやったんですけども、ミニマム10ベッドなんでね、4回回して1回も当たらずすぐ終わっちゃいましたね。はい。まあでもこれは面白いな。ちょっとね、まあ、なんか怪しい店というか、まあそういうわけでもないけど、まあ、動画撮るほどでもないかなという感じでね、まあすぐ出てきてしまいましたけども、まあ、なかなか面白い発見だな。はい、来ましたね。なんか結構乗ってる気がする。ということで、次はなんだ、そんな遠くない、2駅とかかな。はい、ということで、もう夜でね、あんまり景色撮ってもしょうがないような感じなんで、まあ、なんか全然撮らずに来ちゃいましたが、ここが2駅となる小川駅ですね。はい、こちら駅出てきて、なんかここに入り口があるけど、多分これはメインではないんだよな。まあでも、ね、建物の中だけを通っていけるなら、まあそんなに遠い感じはない。はい、結局外出るんかーいということで、こっちが本館でね、こっちが今のエンジョイライフ館というか、1階は本当ただの通路みたいな感じ。まあ一応なんか教室とかはあるのか。はい、もうちょいね、なんか駅との位置関係、利便性を考えてくれればと思うけども、まあやっぱ愛知車社会だからな、そんなにまあ関係ないんですかね。はい、そうイオンモール、ちなみに今日は手前最初に臨空とこなめで行って以来かな。はい、で今日この後次行くのイオンモールなんですよね。そう、この後、まあ本当はなんか大府駅で降りてとかも考えていたんですけども、でこれは斜め横断 OK、 なんだっけか、南大田か、そこのイオンモールのゲーセンは夜10時までやってくれてるということで、まあ今夜8時なんですけどもね、まあここを見てここでご飯食べてからそっちに行っても間に合うみたいな。はい、ちょっと眠くなってきたが、まあこの時間はしょうがないな。まあそう、今日だからここ含めてあとゲーセンいくつ6店舗ぐらいまだあるんだよな。はい、そう、なんかこの都会のゲーセン巡りはこれが楽しいんですよね。はい、イオンモール出てきました。やっと完全に雨が止んだな、これは。そして今イオンモールでね、まあちょっと滞在していたんで、なんかこう服が乾きましたね、だいぶね。靴もまあ濡れてはいるけども、さっきのなんかぐじゅぐじゅな感じはなくなった。そしてちょっとなんかゆとりができたな。いや、さっきのね、まあ、これ動画多分分けてると思うんですけど、半田市内はちょっとあまりに忙しすぎてね、もうなんか切羽詰まってる感じで、あんまりこう、まあ、穏やかに喋ったりもできなかったんですけどもね。はい、ということで、ゲーセン2カ所ありまして、モーリーファンタジーとユーズランド、いずれもゲーム、メダルがね、割とありまして、もうシングルメダルこそないんですけども、桃鉄の新しいやつとか両方ありましたし、あとユーズランドには銀ガーンとかね、なんかちょっと珍しいかもしれないようなプッシャーとかいくつかありましたね。はい、ということで、まあ OK ですね。そう、いや、なんかすごい混んでたの、まあ、すごいまではいかないけどもね、やっぱコロナ禍であちこち行ってた頃とは全然違うんだよな。はい、16分遅れぐらいで着きましたね。でまたちょっと雨降ってきたんか、どうしようもないな。
の列車16分ほど遅れて運転しております。お急ぎのところ列車遅れましてご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。はい、ということでオーブに着きましたね。これ今59分か、あれ隣に今来たのはなんだ、これ私が行きたい南大高にこれ止まんないんで時計に乗り換えたんだけども、こっちかな。あ、これはまあでも接続は取ってないのかな。まあこれも私は止まらないのでどうでもよくて、多分この後これですね、15分発の岐阜行き、これで行けば大丈夫。まあ、本来乗りたかったやつも15分後ですけどもね、何の問題もないと思う。多分夜10時までゲーセンがやっているので、ああなんかもう深夜のテンションになりつつあるな。はい。雨は降ってるかもしれないけど、まあ今は割とどうでもいい。はい、オーブですね。オーブというかなんかメダルゲーム的にはちょっと縁起がいいような感じもするが。ここから二駅南大高に行って、ここはまあ名古屋市なんですけどもね、そこのイオンモールで2店舗と、あとレジャランですね。で、協和駅に歩いて戻りつつ、もう1店舗寄って、最後協和駅近くのネカフェというのが、まあ、これからのプランですね。はい、なんか微妙に3分ほど遅れてきましたね。普通のこれは岐阜行きか。あれ、ここは止まるよね。南大高普通に乗り降りする人が結構いるな。ここはそのイオンモールがね、まあ、すぐそこでこれから行くんですけども、なんか、ね、快速ちょっとぐらい止めてもいいなと思うんですけども、はい、こちら名古屋大垣行きとあるの、違う、名古屋大垣方面とあるのに、まあ豊橋行きと帰れるんですね。まあ、適当に乗ってって隣か、隣の上の板ですね。はい、これですね、2番線の竹と代行きということで、こっちはない、はい、天板クロスシートで、これは窓側座れそうだな。まああんまり関係はないか、適当に座りましょう。はい、ということで半田に着きましたね。昨日このね、竹豊線の時はほとんど夜で見えなかったんですけども、今日はしっかり見えましたね。はい、ということで、まあ、私のね、その工程のミスもあって昨日来て半田にまた来ることになりましたけどもね、今日はこれは景色は本当にいいな。昨日はね、
もう雨だったし、もうなんか私の気分も沈んでいたんですけども、はい、まあ、改めてね、まあ歩けるというのはそんなに悪いことではないです。